おはようございます。声が小さいぞ。おはようございます。シャツはズボンの中に入れろ。挨拶はどうした、吉沢。杉山、朝から声でかすぎ。先生と呼べと何度言ったら、また短くしてるな。別にいいだろ。そんな格好でうろつくな。脱げ。脱げて、あんた変態かよ。パンツ姿で歩くつもりだったのか。変態かよ。次は高速通りの格好で来るようにな。うるせえな。お前のために言ってるんだぞ。ふん。男の視線を集めたい年頃なのはわかる。だけどな、自分の性をもっと大切にしなさい。うるせえよバカ。おい、まだ終わってないぞ。しょうがないやつだ。明日から冬休みか。チェンジ。今度こそは。お、いい感じ。ぬるぬるデリヘルから来ましたユキホです。よろしくお願い。杉山、先生と呼べと何度言ったら。じゃなくて、お前は何してんだ。そっちこそ。このことは学園に報告するからな。杉山もやってるのに。大人だからいいの。それってずるくない。それにもっと大人の女性にぬるぬるやってもらいたいからな。チェンジだチェンジ。おい、勝手に。自宅で生徒と二人っきり。証拠写真送信されたら困りますよね。ここで作者が言いたかったのは、吉沢、授業中だぞ。なんだその態度は。後で生徒指導室に来なさい。はーい。